7月8日猛暑の中、東京韓国学園で第12回オリニーミニサッカー大会が開かれました。在日同胞と日本児童がサッカーを通じて交流を図ろうと96年から実施され、今年で12回目を迎える夏のオリニスポーツ行事としてすっかり定着した大会です。今年は東京韓国学校、朝鮮学校、日本のクラブチームなど合わせて9チームが出場しました。どうですかね、まあ、ある程度力を応援にちょっと時間を、韓国さんがここへ詰まってくると、のここに休憩がないっておっしゃってるんですよ ね、まあ、ちょこっと、まあ、ここ2、3分また開けて、開けて、ね、5分で力応援に案内しますん で、案内に従って、やっていただければ、あの本部も考えながら続けてやる場合は考えながら少しでも開けて少しは上げるように。いよいよ試合開始。真夏の辛い練習の成果をついに発揮する時が来ました。まず9チームを3つのリーグに分け、予選を行い、勝ち抜いた3チームで決勝トーナメントを行います。この大会は勝敗を競うことよりも親睦と交流を深めることを目的としています。一生懸命頑張った韓国学校チーム、惜しくも敗れてしまい悔し涙を流します。じゃあサッカーは世界中でみんながやってることで、このようにいろいろな国と一緒にやっぱ交流できて、言葉が通じなくても楽しく子どもたちもできるっていう、サッカーはとても素晴らしいと思うので今後も続けていただきたいと思います。そうですね、他のチームにもお友達ができたりして、またこの韓国学校のオリニ大会に来たいっていうふうに子どもたちは言ってます。はい、3位がもう限界だって。リーグ戦も終盤に近づき、他のチームの成績が気になる様子。じゃあ、イスミラ。僕がイス。우승하는우승할자신있어요예예우승 우승절대해줄게해줄게해줄게東京朝鮮第9初級学校は9チームの中で最も強い優勝候補です。真剣に戦う姿は大人顔負け、皆闘志にあふれています。ゴールキック動け、相手の前になって壁になるって言ったじゃん、さっきの手で。それで落としてシュートすればいいんだよ。普通のスローイングと違うから、キックインだ。9月に私たちナイキカップっていうのもやりますんで、で韓国のチームも招待したり、まあ、これからいろいろ、あとはこの子たちがまたいろんな大会がありますんで。今杉並区の杉並区が学校があるんで、日本のその杉並区の大会で、まあ、優勝狙ってますし、朝鮮学校の夏に北海道から九州までのね、朝鮮学校の大会もありますから、それでまた優勝できるように、頑張りたいと思ってます。選手の皆さんは全員本部前に整列してください。
決勝戦は東京朝鮮第九初級学校が西新井 FC を下し見事優勝しました。はい、おめでとうございます。それでは、まあ、今日はいろいろとあったけど、まあ、1位になれてよかったです。ナンバーワン優勝は1位優勝、最高最高なんだまあ優勝して手に乾杯乾杯乾杯、負けたけどよかったと思います。優勝したい、できればいいと思います。優勝ありがとうございます。それでは投票をこれからも12回、終わりまして13回14回と、できる限り長く続けていきたいと思っております。私たち在日本宗教協会は、在日として日本の方と、総連の方ともう全て仲良くやっていくのを目的として、活動しております。やっぱし年々、レベルアップしてきてますね。日本のチームはやっぱしサッカーに、日本の小学校がサッカー熱が高いので、年々、技術が上がってきてます。アナールセット。